ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。おはようございます。サスケです。ガイモンです。ということで、珍しく2人並びでね、はい、まあいよいよ本日が2021年11月25日ということで、はい、11月、はい、私の娘の4歳の誕生日でございます。誕生日会はね、おとついしたんですけれども、はい、まあいよいよ5号機がね、はい、はい、もうなくなってくるということで、まあ最後、名機たちをね、はい、ガイモンとお米を作りたいですよね。うん、全通、はい、全通と、ごめん、今のカットだ、はい、ガイモンと並びで楽しく打ちたいなということで、いい思い出を作って終わりましょうと。そうそうそう、乗り打ちでね、ちなみに今日はもう機種乗りました。はい、番長3、はいはい、もう多分私最後です、これ。あ、番長3です。そうすか。この間ね、収録なしで実は打ったんですよ、来店で。設定5だったんですよ。おお、うん、負けたんですよ。なんでやね。もうね、ダメだったんで。食べないといけないやつですよね、はい、これ、ね、なんでもう負けたんで、はい、もういよいよ今日が最後になるか、まあ今日の結果以下ではもしかしたらね、あ、まあ楽しくなってね、ある、そう、はい、あるかもしれないけど、はい、ちょっとオープニングとかしっかり時間取っていきますよ。全然、はい、そういう番組なんで取れたくないかもしれないからね、はい、そう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 。私の収支、はい、4年ぐらいつけてる収支、機種別収支、はい、栄えあるワースト1位、オス番長3、マイナス67万3400円。マジっすか。なんと、ちなみにワースト2位がアナザーゴッドハーです、はい、奪われたゼウスバージョン、マイナス39万円ということなんで倍近く67万負け、はい、番長3やってますんで、はい、ちょっとは前回の並びの時ね、あのなんとか私が出しまして、ね、そうそう、プラりましたよね、結局ね。確かね、はい、本当私なんと機種別収支番長3プラス60万円でございます。はマジ、はい、じゃあ今まで全部乗り打ちってことにしない。次なんで遡っちゃうの。そしたらさ、60万くれたらちょうどいいじゃん。俺マイナス60万じゃねえか。違うよ、プラマイ120万得するじゃねえか。いやいや、プラマイゼロのプラマイゼロで意味わかるわ。まあ今日ね、それぐらいね、だから乗り打ちでこの60万を俺が回収するには、まあまあ3万6万枚だ。6万枚だ。そう、3万枚とかね、6万枚なんでちょっと無理ですね。はい、はい、無理ですね、はい、まあ2万枚ずつ出て4万枚出たらもう一回やろうよ。そしたら、そうだね、そしたら負けになるんで。はい、で、私今日娘の誕生日と、もう一個ね、実はね、とっておきのアイテムがあるんですよ。何ですか？これはね、はい、まあ、今日の機種には特別関わりはないんですけれども、はい、昨日私、あのネット株式会社のシダに行ってきまして、はい、打った機種は、シンデレラブレイド4っていうね、はい、まあ、この動画が上がる頃には出てるぐらいの12月20日導入機種なんですけど、はい、そこで広報の方とお話しした時に、はい、今のネットといえば一番の機種って何か分かります？モグモグフリーカザー。残念、全然違います。全然違う。まあ、確かにあれも4号機からあるけど違います。お、これはまさかの。わかりますか？うわー、わかりました。はい、サスケさん最近お気に入りじゃないですか。はい、チバリオです。チバリオは大関っていう、まあでもネットの系列メーカーなんですけど、はい、なんと私チバリオが大好きなんですと言ったら、はい、シダ終了後にでもチバリオを全国に広めたいんですよっていう話をしたら、はい、なんとスマホ対応チバリオ手袋をいただいちゃいましたんで、今日はもうこれでね、チェリー引きましょう。あ、チェリー引いてね、はい、チバリオ、チバリオの気持ちでね。はい、はい、今日はもう娘の誕生日とチバリオ手袋、これをもってして、はい、ダメならもう無理なんで、はい、まあ前後編そうですねになることを信じて、はい、そんな感じで前後編スタイルでやっていきたいなと思いますので、まあ2時までは頑張ります。もっと頑張ろう。2時半そこ中だから大体2時半ぐらいまではね、あの元気に打てるように頑張りたいと思う。絶対に、あの本当に一番やっちゃいけないのは、俺が勝ってガイモンが負けること。そうだね、それだけはダメだよ。 それだけはダメ。俺本当に悲しいから、ね、はい、そんな感じでね、ガイモンには精一杯頑張っていただくということで、はい、番長3やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。現金投資の方が警察署ですかね。うん、オッケー。もったいない乗り打ちなの。俺のチョダマ使わねえか。それでは、はい、行きましょう。1枚目、大事な1枚目、はい、命よりも大事な10枚ありますんで。いいよ、本当にプラスになればもう何で、はい、内容は問わない。プラスであることが大事なんで、まあ、特にサスケさんの最近の状況から考えるとね。最近どうなんすか。いや、だから耐えてる。耐えてる。耐えてる。耐えてる、はい、最近せいやのシダと、はい、その来月出るそのシンデレラブレイドのシダ行って思ったんだけど、やっぱね、お金の減らない仕事っていいね。いい仕事取ってきましたね。ああ、はい、そう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 、当たり前のことなんだけど、はい、お金が減る仕事って意味わかんないんだけど。まあまあまあ、でもお金が ね減らない仕事っていいね。はい、5打った時ね、はい、5時まで打って、はいはいはい、ART 中の対決、はい、2勝でした。うわ、ゴーダイジも含めてってことだよね。あ、ゴーダイジは別。あ、別か。あったらゴーダイジ2勝です。2の1で絶頂で、チャンスチェリー1回、はい、通常1回、ボーナス2の1で絶頂で、で他にももう5っぽい台がいっぱいあって。おー、いやでも番長3はマジで上でも
出ないこと結構あるから、うん、前回の並び打ちも番頭3でしたからね。そうそうそう、はい、あとは一応候補としてはまあ聖夜とか窓通あたりがねが候補ですよねやっぱ、うん、まあ5号機なくなる5号機で、はい、あとはもう単純に設置的にももうそのぐらいでしょ。なくなっちゃうんだ。さあ MB チェリー対決でございます。お酒によいしょ。ダメ。おう、通常チェリー対決。あっつ。10パー10パー。あっつ。いやーこれ最弱よ。これもう普通にオース出てさ。いやワンチャンこのまま分かっていいよ。いやーまあ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 。1ゲーム目の弁当カオルビラだけはやってなかったけどね。特訓ある。大丈夫。危ない危ない。まだね絶望的ではないけど。あ危ない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 。大丈夫か。これでこれでよし。あ危ねえ。セーフ。弱えな特訓。いいよ素晴らしい。いいよ。よし、13.8点。よし2番前、2番前大丈夫だ、これは。さすがに大丈夫でしょ。負けるわけない。よし、ナイス。3000、138ゲーム、チェリーから設定数あるじゃん、チェリーだよ。いや、こんな早く当たったの初めてだ。もう、当たったことないから、俺。さて、初期ストック待ち。悲しい悲しい。ワンチャンス。金閣寺かかってない。まあまあまあ俺そんな番長3にそんな期待してないから。すいません、2枚目です。いいよいいよ、帰ってくればいいよ。あまあまあまあ、まだ早い時間だ。ナナベル対決。うわぁ強弁当かチャンスチェリーか。ただナナベルの取ってるナナベルの次ゲームなんだよ。ありえるなぁ。確定対決。いやこれはいったろ。これはいったろ。一角だろ。やったぁ。乗り位置やめね。やだよ。いやもう俺超盤のメモリ書くところですから。いや超盤ですよ。いきますよ。はい、二角。二角。ありがとうございます。二角の民でございます。素晴らしい。よっしゃー。266ゲーム、投資が9000円でございます。気持ちいいですね。もうテンパイオンになっちゃってますから。よーし、ありがとう。オーケーオーケーオーケー。しかも7ベルだったしね。じゃあガイモは勝っていただいて、ワールドレコード出すわ。はい、お願いします。弱対決。勝たせてくれー。あー、あれは嫌い。お、外れた。あっつ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 。頼む。4ゲームゲームこれたまに外れるからムカつくんだよね。なんなんて。確定って言えない。よしって言えない。お願い。これ通常出てくるよ。アウトだろ、アウトだろ。よっしゃー。ワンチャン通常っすね、本当に。よし、5点出た。よし、ニケニケ。じゃあ私も失礼して。ああ、まあ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 、17ベルだと思ってました。さては今日サスケさんやれる人なんじゃないですか。もう一回引いたら俺もう本当に乗り打ちやめるから。でまた夕方ぐらいにやっぱ乗りでって言い出すから。カットインはよう出るんだけどな。あーやっときた。3個、こちらは3個でした。あー十分ですね。サスケさんなんか飲み物いります。長番引いていただいちゃったんでちょっとなんか飲み物おごりますよ。ビール
じゃあもう炭酸いっちゃおっかな、炭酸。炭酸いっちゃう？ドクターペッパー以外の炭酸だったら何でも飲めるから。あ、でもさ、一個だけお願いがあるの、はい、俺のコークオンでスタンプ貯めてくんね。ちょっと使い方わかんねえ。コークオンの自販機で買います。あ、そうそう、それだったらもう何でもいい。さ、この第三停止で絶頂をつかみ取る。まあどうせ5はないだろうから 6% ですか。 6% ほい、ずる。新しい事実が分かってしまったわ。あの7ベルでさ、対決潜伏中だったのに長板引いたら対決消えたんだけど、あ、これさ、もしかしてさ、対決さ、勝ってることになるのかな。ストック1個多くもらってるたら嬉しい。いいとこに来たね。はい、シンプルにコーラでいただきます。はい、対決出てこなかったんだけど、はい、勝ったことになったのかな。ただ消えるってことはあんまないと思うんだよね。ああ、そうだね、あの7ベルの対決ですよね。うん、絶頂ナビ久々に見ました。え、負けることはなかったっけ。いや、あるらしいんですよ。あるよね。いや、はい、俺全然負けるよ、よく。全然負けるよ。まあでも天国状態ですよね、これは。まあ今はね、はい、鏡を引っ張り出してくればいいわけで。引っ張り出そう、念を込めたんだ、この絶頂への。あ、また絶頂ナビ。ここまではいいよ、ここまではいい。さて、持ってきちゃうんだよな、こういう時に限って。お願いします。持ってきちゃうんだよな。おかしいな、間違えたわ。間違えました。まあ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 、一旦ね、2セットでした。221枚、ぜひ合流確認。ああ、おーしよ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 し、あっちぃ、あっちぃ、あっちぃ、これはあっちぃや。悶絶だわ。ちょっと弱いんだけど。弱いんだけど、大丈夫。大丈夫、大丈夫。よし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 、信頼と実績の。かかっかか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 。2か。ナイス。うわ、いった、大丈夫だろ。よし、初勝利。さあ、特訓が取れておりますか。私はいやいや、確定だ、ほぼ。1ゲーム目外れ、確定です。これ確定なの？10ゲーム以内だったら確定。あ、そうなの、うん、やったー。ナイスベル、ナイスベルでしたね。いただきジャーニーです。早い、67ゲームなんとか、なんとかついてってる、超バッチ。まあ1回5台字決まったらもうとりあえず乗れる。そうそうそう。ああ、いいね、いいよ。それ結構さ、絶頂期待度高いらしいけどさ。あ、そうなんだ。まあまあ、風の噂程度ね。温泉まで行っちゃえばね。あ、あ、あ、突然来るんだよね、あれ。で、大体1回で終わるんだよ。そうそうそう、あって2回だ。2回も稀だけどね。稀だね。あ、待って、当たったわ。え、あの、山中で入ってるんで、あの、8ゲーム超えてるから結構強い。絶頂ってこと？いや、絶頂じゃない、ボーナス。いや、絶頂でしょ。強欲だな。さすがにこれは勝ってる。絶頂、絶頂。あー、強いね、この波は。いってーな、絶頂。4ゲーム大丈夫かな。大丈夫。ああ、ちょっと怖いよ俺は。あいつバスケットボールの才能めちゃめちゃあるから。確かに。よーし、お願いします。あ、罰金だよ、それも罰金。期待させておいて、待って。俺はそっちに。いやいや、人々を期待させておいて落胆させた罪。罪重いんだ、そんなに。これもしかして今日勝った。いや、これ今日勝った。もしかして今日勝った。
いや今んとここっちも挙動いいし、今んとこ俺次のセットで終わるよ。ノリオだ、惜しい。いいよ。おお、ナイス。取るんだ。珍しい。珍しいこともあるもんだ。2回引いてましたから。いやいや。3の3で40敗。3の3で40敗だから。俺はそういう番長スリル打ってきたの今まで。今日でも違うじゃん。そうじゃないとこんなことになんないから。よしよし。あ、いいよ。ならないのか。つまんな、つまんな、あるよ。信じて、自分を信じて。はい、いや、もうダメだ。こんなね、すぐにね、しかもピコーンから始まるのはダメだから。よりどり、緑とか、あれあれあれ、ベル、あれあれあれからピコーンだよね、じゃないと。もうこんなの。いっぺい。よし、よし、よし、がっかりだほう。がっかりだほう。先びら3回でしょ。これ相手ががっかり打法させてる、してきてる。俺のがっかり打法を真似してきてる。俺さっきさっきさっきってビラ巻いといて出てあれでさっきと思うじゃん。おいやいやさっきだもん。いやいやここからだから、まあ、ほらほらがっかり打法、がっかり打法。さっき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 でうわもう先めんこと思ったらがっかり打法で先バスケで上げもうなんか頑張れ頑張れ、負けたらならん。よしよし、うわ紫。いやこれ前のだから、前もこれだよ。前もこれ、これだから前ね。バグ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 、ちょっといや出た紫、出たでしょこれ。これがあの噂のあの時一瞬で飛ばしちゃったけど、でもなんでもないと思わないんかい、ないんかいね、この台よ。いや、初めて、ちゃんと目視したの初めて。この間気づかなかったから、うん、あれ赤ければね、うん、そうなんです、別にいいんだよ、紫じゃなくて。紫はいられんとは。おぉ 6? しかも今、レアキックですね。何もしてない、何もしてない6だわ。で、絶頂いかないでしょ、6だわ。え、じゃあ2台とも6これってことになりかねない。いいんじゃない、運動しろ、運動しろ、脳調理、脳調理、運動しろ、運動しろ。どうか MVP よし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 、最低限。いやばばばばば、冗談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 。いやまあまあまあ C の方ね。あー白かでも全然チャンスある。燃えろよ燃えろ。おーしっ、豚ちゃん。いやまあこれね、がっかりだもあるよ、がっかりだもある。大丈夫だから、信じて。あれ燃え、うわぁ、うわぁ、究極の攻め。よーし、2回目。まあ、6だから罰金だな。いや、6だから罰金だな。黒豚だ。おー最高、勝ってる勝ってる勝ってる、これ勝ってる、あー勝ってる勝ってる勝ってる。オールチャンスアップ、オールチャンスアップ、確定対決。からのナッセン、これであと3ぐらいあるのかな。ね、3の3でベル引いた。でも負けそう。3の3でベル引いたよ俺。中対決だよ。がっかりだもん、強えな。よしよしよし。俺やばいよ。やばいな。うまいな。でもザク対決だからな、伝統意外と。うわあ、もうどうせダメだ、これどうせダメなんだよ。
こんな、おい、がっかりじゃん。だちょっとだってがっかりしてなかった。だってベッドを引いて俺本当に今日やれると思っちゃった。今日俺やれんだみたいな感じだったもん、ね、うん、そう言っちゃったもんね。今日俺やべえわっつって言っちゃったもんね。さすがにバレてるわ。あー強い、もらった、やっと乗った。おっと、いいね、シュート対決最高だね。じゃあちゃんとボーナス取っとくんで。はい、ナイス、はいはいはい、ナイス、頼む頼む頼むよ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 、よし、ナイス、よし、分かってる、ナイス、分かってる、よしよしよしマジで来た。一旦寝かす、一旦寝かそっか、一旦寝かす、一旦寝かそう、あえて。お待たせしました、参ろ、お待たせしすぎたかもしれません。3の 1? 3の1ですね、そうですね、よーし頼むで、頼むで、行ってきまーす。 MB、MB、MB、お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 、いやいや、これで負けたらもう意味わかんない。いや大丈夫だろ、さすがに。いやいや大丈夫、もういっちょ、もういっちょ、やばくない、いやいや大丈夫、オッケー、さすがにね、さすがにね、だって一番引いちゃいけないから本当に危ねえよ、そこ以外いつでもいいの。オッケーオッケー、まだ安心できない、いや強い強い、安心できないよ。ちょい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 。ポーン。あわ。あ、弱いよ。当たる。当たる。さあ。あ、4ゲームだ。危ねえ。危ねえ。あれ、普通に反撃してるからね。スッスッ。いや、怖えよ。どこ取ろう。ああ、どこ取る、どこ取れば。とりあえず。よし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 。後ろか。もう一丁、もう一丁、もう一丁、もう一丁。あるよ。ベルだよ。オッケー。よし。さすがに大丈夫だ。何だと？また復活だよね。さすがに復活だよね。アイちゃん、アイちゃん。嘘だよ。罰金だよそれ。罰金だよそれは。つれえ今のは。ベルベル MB。マジ？よし、こっちで取った。あっち、よし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 、素晴らしい、よいしょ、ナイスー、ナイスー、赤い、赤い、嘘でしょ、マジでロング、よーし 80% あるだろ、はい、まず1個、おちょ待て待て待て、おい、いやだってこれ、これ罰金じゃないですか、これは罰金じゃないですか、おい、おい嘘だよ、めっちゃ期待したわ、ロング、ロング人を落選させた罪だわ。ちょ待って、このままいくとまず2人で満杯だな、出る出る出る、余裕で、マジで出る。さあ、レインボーに到達しました、ストック6個、3年ぶりにこの画面見たわ。10日目、いったろ、勝つな、勝つね、勝つな、見ろ、きたー、おーナイス、あーいいよ、よし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 、ナイス、
惜しい。その後は俺が引き継ぐ。さあ引き継げませんでした。罰金いやなんでね一個乗せたから。これで次まであと4個かな。 16? いいね、順調に伸ばしてますね。3度目の正直何回そこ何回はい、いけるいける。あれ大丈夫でした。パターンイエロー。あどうせいらんねえか。いいぞ、絶頂チャンス。そういえばさ、さっきこれからさ、はい、絶頂行った結局行ってないっす。あ、これじゃないんだ、はい、ナイス MB。 いや、勝ったろ勝ったろ。間違いない。やばい、長いと思ったんだよ。ありがとう、勝ち申した。いやでも俺6だからな絶頂持ってこれるかな。だ6だからな6だからな。まあしょうがないね、絶頂はこっちで頑張って、まあ、そうそうそう、こっちは普通に頑張る。そう、起こしてんじゃねえよすいませんバレたバレると思わなかった今そろそろストロック危ないですか。これがね一応多分最後。あ、待つか。さて頑張れ、あと1個3日目までお願い。潜ってるだろ。あー弱し弱し、ぴったりかい。2276よし。おー、ナイスナイス。じゃあお願い、逃げる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 。よし、あギリギリ。ほらね、厳しい厳しいよ。あー熱いね。さすがに完走2420枚、まあ、跳板一発からよう頑張ったわ。さあもうストックがあるか分かんないんですよ。何やって頑張れ。うわあ同時に終わるんかい1780枚。まあ2人でちょうど4000枚持ってる。そうだね、おや突然の夜モード B なんだけどね、多分通常まであるんじゃね。通常、あこれチャンス、あっちいな、これチャンスチャンス。いやチャンスだよね。あードックンか。あーあー冷薬なんだよね。ちょ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 、あっちいな、あっちいな、これこれあっちいな通常の香り。もう一丁、いやこれで行ったら普通なのよ。ここで行ったら、あでも行かない行かない行かない。これ17、17。17だね。でででででで。超えろ超えろ。おお通。え通常？確定じゃん。通常か。通常だろ。いやあるなこれ。6だもんだって。よー。20ゲーム。はい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 。信頼と実績の。
本当に引くんかーい149ゲーム推定通常よし素晴らしい6だマジで6だここで中締めますか中締めましょうかちょうどいい次回へのねこのあいやあそっちが小勢6でこっちが小勢5だったんで、ね、マジで本当にちょっとマジで今日ちょっと楽しいな楽しいねということで、はい、中締めなんて珍しいですね珍しいけれどもね、はい、時刻が午後1時頃ということで、はい、いやもう完璧ですねここまで完璧ですよ本当に、はいとりあえずここまで前半戦を終えて、はい、私の投資が9000円私が1万4000円、はい、2人で2万3000円で、はい、京弁当からの長番長から2200枚お見事で外門が絶頂引いて1780枚出ましたので今合わせてだから4000枚ぐらい持ってるいやもう神ですね今3000枚浮いてるわけですいやそういうことですよでしかも俺一回あの6日目のボーナスが青7 で、はい、でね、あ6じゃねとか言ってて、はい、まあでも言ってるだけじゃんと思ったら今このタイミングだから通常時今都合600ゲームぐらいで通常引いてるんでマジでマジで見えてきてるそしてガイモンはまあ絶頂が今3-1 3-1ですねであとはあの引き戻しのね確定対決もあったんでこれはちょっと5の香りがだいぶしてきてるんじゃないかなっていうところですかね、うん、だからすげえ前向きに後半戦がね、はい、いけるね朝とは打って変わってですよ本当にもうなんかだから俺としてはいつ乗り打ちを解除して俺のだからっていうか、はい、でもこのままガイモン伸びたら乗りでよかったって言えるしまあ負けさすがにねこれね負けはないよだって絶対負けがないって言えるのは、うん、あの負ける直前にやめるからもう終わりっつって1500枚絶対流そうっつってやめようっつってやるんで、はい、とりあえず最高の展開さよなら番長3にふさわしい、いや、素晴らしいっすね、はい、はい、もうなんならだってやりたいこと全部やってるね絶対今んとこね長番と今絶頂やって、まあ、ループストックも取ったし、はい、まあほんと細かいところで言えばね裏モードとかね、はい、チャンスチェリーとかそれぐらいになってきますけど集大成が今んとこ前半十分すぎるほど出てるのかなと、はい、まあでもこれから後半ですから、うん、まだ安心しちゃいけない、はい、まあ安心しちゃいけないですね、はい、そんな感じで後半戦もぜひご覧いただければと思います、はい、一旦前半お疲れ様でしたお疲れ様でしたウラモードあるわマジおめず、なにこれやりました518でーすおお通常やんけカツンかい